カントリーバギーはフォルクスワーゲンのオーストラリア法人で開発、製造されたビートルのプラットフォームを基本とした荒れ地走行性能を重視した自動車である。1967年にフォルクスワーゲンオーストララジアはオーストリアの荒れた道路状況に適した車の設計を開始した。カントリーバギーまたはタイプ197と命名された この車は開発責任者である VW オーストラリア社、取締役社長のルディフ・ヘルツマーと、フォルクスワーゲン社の技術者、キリル・ハーコートにより、VW オーストラリアのクレートン工場内で設計された。カントリーバギーはオーストラリア製ビートルのエンジンと変速機付けのプラットフォームと前輪車軸はビートルから流用していた。リダクションギア付けの後輪スイングアクスルは、 初代のトランスポーターからの流用だった。元々の構想ではカントリーバギーを水陸両用車とするはずであったが、ドイツ本社の指導によりこの形式の車となった。カントリーバギーの生産は1967年7月に始まり、フィリピン、シンガポール、ニュージーランドやその他の太平洋の数カ国への輸出も始まった。カントリーバギーは フィリピン市場ではタガログ語のササクヤンとバヤンのカワン語であるサクバヤンという名称で販売された。パムグリア出演の映画ブラックママホワイトママでは幾代かのカントリーバギーが警察の車として使用されていた。実際にこれらの車はサクバヤンでこの映画はフィリピンで撮影されていた。VW オーストラリアのカントリーバギーは ボルフスブルクの本社からも注目され、評価のために1、2台が本社へ送られた。実は VW 本社ではカントリーバギーの競合車となる独自のモデルであるタイプ181を開発中であった。エグゼクティブという名のオーストラリアのバンドが出演していた1969年から放映されたオーストラリアのコカ・コーラの CM でキャンバス製のフォローをかけた。 カントリーバギーの姿がはっきりと映っていた。カントリーバギーは当時の市場における思考の先を行き過ぎていたことと初期に信頼性の問題を抱えていたことで大きな成功を収めることはなかった。カントリーバギーはわずか1956台が製造されただけで1969年に生産中止となった。現在ではカントリーバギーは 曲小数しか残存していないが、作場やんはオリジナルのビートルへの興味の高まりを受けてフィリピンでレストアされている。ありがとうございます。